今日集まってもらったのは他でもない。現在木の葉の里が危機的な状況にあるのは知っているな。三代目をはじめ多くの優秀な忍びたちが里を守るために散っていった。今や木の葉の戦力は以前の半分以下だ。本来ならば C ランク以下の任務しかお前たちは受けることはできぬ。だがそのお前たちにも緊急措置として困難な任務をやってもらうことにした。つまり僕たちも B ランク以上の任務を任されるということですか？その通り。そんな大丈夫でしょう。そういうことか。ああ、めんど